皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もレプスワールド3で遊んできました。6の5のステージ行きましょう。あそこにワープがある。どこからか入らないといけないけど、一体どこから入れば。おお、2つ同時倒す、すごい。どこに入り口あるの一体。まあ、こっちの方にあるんでしょうね、きっと。お、何これ。わあ、ちょっと重たい。わあ、ハトちゃん取りづらい。これ壊していくってこと。ブロックあんま関係ないですね。どこ行った。ちゃんちゃん、うそー。さあ最初からですよ、行きましょう。こっちの方にあるとかなんか。おお、登れる登れる、けど何もない。まあ向こうの方でワープあるんでしょうね、きっと。さあこの辺はもう一回ゲットしたからいいとして、どう行けばいいか。一体こうこうこう。おお、すごい、行きましたよ、二度目の正直。さあ1個目ゲットして、さあジャンプ。あ、当たっちゃった。どこにあのワープあるの一体。あいた、ちょっと待った、危ない。カタツムリちゃんといえども、当たったらやれちゃう。よし、クローバー。さあ最初のあのワープを探さないといけない。怪しい。お、当たった。よーし。あった、やった。おー、無事ゲットですよ。はい、行きまーすと。よし、これで無敵。うっそー、ちょっと二段ジャンプできなかった。なんでこうやって二段ジャンプしたかったの。なんかできる時とできない時あるんですよね。うまく押せてないってことですか。あ、いた、危ない。クローバーお願い。クローバーここまで来てゴールできないとか嫌なんですけど。よし、いけた、ナイスーと。いやー、最後は見ものでしたね、すごかった。ということで今回の動画以上となります。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。